せーの、ハローエブリアー、皆さんこんにちは、アルノとおでございます。チェンタラクよろしくお願いします。今日は今から、うん、どこ行くんですか？東京に行きます。東京ある韓国事務所さんとお話をする機会をいただきました、はい、2時受かって3時的なもんなのかなと、うん、さあどうなることやらですけれども。そうですね、まあ、東京にしょっちゅう行ってるんで最近、うんうん、今日は高速バスで行きます。久しぶりの、久しぶりだね。久しぶりの高速バスで、はい、朝一でお昼に着いて、うん、2時からミーティングがあるので、はい、どうなることやらでございます。楽しみですね、はい、レッツゴーイ。着きました。はい、東京駅でございます。今の時刻が12時半です。一応ね、待ち合わせの時間が2時なので、うん、今から渋谷に向かいます。はい、じゃーん。おーい、丸亀製麺。はい、うどん食べます。はい、いただきます。腹ごしらえです。はい、でおパパもいただきます。おいしい。はい、ということで行ってきました。はい、まあ前向きな話し合いができましたね。はいはい、うん、すごくいい事務所さんでした。うん、代表の方が、そう、代表の方がわざわざ会いに来てくださったんですよ。はい、ありがとうございます。ちょっと今年度いろんなことが起きそうですね。ちょっといろんなことが皆様に報告できるかもしれません。はい、はい、お楽しみに。うーん、ということでもうトンボ帰りですね、今日は。そうです、新宿です。はい、スタバに寄りました。はい、目のはチョコレートチャンクスコーンで、バがバニラフラペチーノです。はい、食べます。はい、はい、ということでどうでしたか？めっちゃ優しくて、まず優しいし、なんかいっぱい褒めてもらえて、うん、とても嬉しかったです。ね、けなすところはないと思う。確かにね、うん。緊張しました。うん、しました。緊張してたよね。うん、顔が緊張してる顔してるな。レノは笑った時の目がすごい可愛いって言われたんですけど。止まらない、もう多分目震えてたもんかってしかもね、これ紹介して、うんうん、じゃあこのね、事務所さんのね、うん、所属アーティストさんのアルバムをいただきました。はい、サイン付きで。はい、チャンネル登録よろしくね。まあすごくね、うん、いい話し合いができました。はい、はい、すごく丁寧にいろいろ説明してくれてね、うんうん、もう少しでバスに乗ります。帰りの東京に滞在時間3時間なんならバス乗ってる時間の方が長いってね。今日はね、やばいね、今日はバス移動初めてだね、こんなこと。まあ、今後の展開に、うん、もし展開があれば、はい、お知らせしていくということで、はい、はい、皆さんお楽しみに。